100秒でわかる名作劇場。この絵どう思う？有名な絵かな？正直よくわからない。とっても素敵だね。この耳のラインが絶妙だよね。耳？それ耳なの？絶妙だね。そんな君に聞かせたい名作がある。100秒でわかる名作劇場、裸の王様。これは見栄を張って嘘をついて恥ずかしい思いをしてしまうお話。ある国にとても服が好きな王様がいました。王様は新しい服をみんなに見せるのが一番の楽しみでした。ある日、町にやってきた仕立屋が不思議なものを持ってきました。世にも不思議な、愚か者には見えない布。その噂は新しいもの好きな王様の耳にも入ったのです。その布で服を作るのだ。早速仕立屋を城に呼びつけ、ドーンとお金を渡しました。仕立屋は喜んで作業を開始。糸よーい、マシーンよーい、エッサッ、ウイッサッ、エッサッ。そこには何もありません。なんとこの二人、実はただの詐欺師。王様はまんまと騙されていたのです。一方、とっておきの服をお願いした王様ですが、なぜかそわそわしていました。もし布が見えなかったら、わし愚か者ってこと？気になる。でも自分で確かめる勇気はない。王様は家来の中で一番賢い大臣を呼びつけ、君なら布を見られるに違いない。もちろんです。大臣は作業場へ向かいました。すると、全然見えないぞ。どうじゃった？すごく綺麗な布で。そうかそうか。その後も賢い人たちに布の様子を見に行かせましたが、見えないと言えた人は一人もいませんでした。ついに完成しました。おお、早速見せてくれ。こちらです。これは全然見えないぞ。そうだ、この服を着てお披露目パレードを開催しては。それはあれ、もしかして王様、布が見えないのでは？まさか。よし、パレードだな。ぜひやろう。王様も嘘をつきました。王様は裸でパレードを開催。しかし、町の人々もまた王様が裸だとは誰も言えませんでした。刺繍が素敵。あ、そうそう、刺繍が素敵。そんな中、一人の子供が。王様はなんで裸なの？やっぱ裸だよね。そうだ、王様は裸だ。何が刺繍だ。恥ずかしい。しかし、今さら認められるか。よし、何を言う。かっこいいだろ。ほら。王様は最後まで自分が裸だと認められませんでした。終わり。見栄を張らず正直に伝えないと逆に恥をかいちゃうんだね。大切なことはいつもお話が教えてくれる。じゃ、ごめん、正直僕絵に詳しくなくて。あ、これは僕が描いた絵だよ。そうだったんだ。ちなみに何を描いたの？うさちゃん。ええー。